朝香正宏は、日本の医師、北海道大学医学部教授、北海道大学病院病院長を経て現在、北海道医療大学学長。ピロリ菌研究の第一人者で、秋の構造とともに、ピロリ感染遺炎に対して、除菌の保険適用を実現させた。ピロリ菌除菌と以後の定期的な内視鏡検査による、胃がん撲滅計画を提唱している。 北海道オホーツク管内美ホ町生まれ。1972年、北海道大学医学部卒。1978年北海道大学医学部附属病院第三内科助手。1981年4月から1982年9月まで、文部省在外研究院として、米国テキサス州、ベーラー大学医学部唱歌機械留学。1982年4月より、 ベーラー大学医学部講師。1984年1月から3月まで、サウジアラビア厚生省の招きで、ジェッタ市にある内視鏡センターへ行き、アラビア人医師を指導。1994年、北海道大学医学部内科学第三講座教授。2000年、北海道大学大学院医学研究科賞科機内、科学教授。二千七年から二千十年まで、 北海道大学病院院長。2009年第95回日本消化器病学会総会会長。2008年から2012年まで日本ヘリコバクター学会理事長。2011年から2015年まで北海道大学大学院医学研究科学予防内科学講座特任教授。2016年4月より北海道医療大学学長。 ありがとうございます。